ック自体にですね、反対してというわけではなくて、例えばオリンピックをやるんであれば感染が拡大しないかどうか、あるいは感染が拡大したときにどういった基準でですね、オリンピックを中止をするのかとか、中止のプランがですね、全然示されない中で行われるというのは非常に危険だなというふうに感じております。Tokyo under the state of emergency looks like an empty city. Very sad for us not to be able to visit Tokyo and to share with the Japanese people. 中国と比べて厳しくない。 Yeah, I think it's really difficult to have Olympics during pandemic because there are too many strict rules.開催が発表された時はものすごくもう期待してたんですけど、まさかこういう事態になると思わなかったんで、やるって決まったからにはもう楽しみにしてます。観客がいないからさ、ちょっとやっぱり変じゃない？選手は選手で、一生懸命やってもらいたいね、ないです。そもそもあまり興味がなかったりします？ないですね。あ、でも去年はチケット取れてたんでめっちゃ楽しみにしてたんですけど、観客なんでなんかあんまり興味なくなりました。6名様です。でね、大勢の人をこう観光客見るとだんだんワクワクしてきて、少し胸に熱いものが湧いてきましたか。向こうに走っていくのを出すのか。